タクアレンボーとは、ウルグアイ北中部の都市であり、タクアレンボウ県の県都である。2004年の調査で、人口は5万1224人だった。1831年10月24日に、フルクトオソリベラ大統領はこの地に町を建設することを命じた。任務は、大統領の弟のベルナルベ・リベラに任された。リベラ大佐は、モンテビデオを離れて、家族と共に、 キャラワンで3ヶ月旅し、タクアレンボー川の岸に向かった。この地域は居住のために調査され、区画に分割されていた。1832年1月21日に、リベラ大佐は、タラゴナのフルクトゥオソの名から、サンフルクトゥオソの名でこの町を建設した。1837年には、サンフルクトゥオソは、町となった。500人以上の居住者が存在した。 時が経ち、コミュニティは成長を続けた。1912年6月17日には、サン・フルクト・オソは、姿勢に移行し、名前も、タクアレンボーと改められた。タクアレンボウは、作家のシルセマイア、マリオ・ベネデッティ、トマス・デ・マトス、ホルヘ・マジフードなど多くの文学者を輩出している。脚本家のハワード・ボーンも晩年には、タクアレンボウに住んでいた。また、 単語の音楽家であるカルロスガルデルも、タクアレンボー付近のバリエーデン村の出身という説があることから、市内には、検証費やカルロスガルデル博物館が存在する。ありがとうございます。